上、湯気神社下、湯気神社湯気神社湯気神社の一湯気神社は、大阪府八尾市にある神社。同盟神社として二社があり、いずれも、式内社論社。延長5年成立の、演技式新名庁で、河内国和海軍に、湯気神社に座大月辞書かつてに言いなめと記載された、式内社の論社として、大阪府八尾市内に次の二社がある。湯気神社旧和海軍東湯気村鎮座。 旧村社、湯気神社旧式の軍に湯ゆ村鎮座。旧村社、湯気自赤両者は長瀬川を挟んで約300メートル離れて鎮座する。平安時代中期の和名書には河内国和海軍に湯気号の記載があり、奈良時代の文書には河内国和海軍の人として湯気すくね百万両が見えることから、一体は古代氏族の湯気師の集中地であったとされる。 湯げ神社は、その社名から、湯げ氏の氏神であったとされ、付近では、湯げ氏の氏寺とされる湯げ寺の所在も知られるほか、湯げ道教との関連で、聖徳天皇が、ゆ良宮を営んだことも知られる。一体は、大火前代の軍事士族の物の部氏の支配地で、湯げ氏はその配下にあって、湯げ部を干渉した友もの宮津子氏族であり、新先生士六では、物部系士族として、 湯げすくねの記載が見える。なお、八尾市域では、同様に、八作部を鑑賞した八作市の氏神である、八作神社の鎮座や、物のの系神社として、渋川神社、後部神社の鎮座も知られる。湯げ神社は、古代の川地国においては、平岡神社、恩知神社に次ぐ格式を持った神社であったと言われる。しかしその後は衰退し、現在は、上記の二社が鎮座する。 両者の本社、分社関係などはつまびらかでなく、大和川の氾濫被害に伴う村井道や分村で、変遷が生じた可能性を指摘する説もあるが、資料上では明らかでない。なお東湯げの湯げ神社の東約300メートルの地に、小宮の小技が残るため、道地を旧鎮座地と推定する説もある。演技式神明帳に記載される祭神うに座の内容も、 つまびらかでないが、日本三大実録に見える河内国の三日仏、命神、日古助寺、仏命神に否定する説がある。特に、河内市では、東湯気の湯気神社を、三日仏、命神に、湯気町の湯気神社を日古助寺、仏命神に当てており、この説は、河内名所図へ、新名町交渉、大日本史人気市、神気資料にも見える。また湯毛町の湯毛神社は、 江戸時代に、太大明神と称されており、関連性が指摘される。なお、関連記事として、古事記では、武見かずの神が授けた刀の別名として、亀仏神、すけし、仏神と見える。創建は不詳。国史では、天安三年に、湯毛神の神海が十五位下から十五以上に少女された旨が記載されている。また、上岸二年に、 13位から12位に進んだと見える河内国の、三日仏、命神、日古スケジ、仏命神に否定する説もある。ただし、天安3年の15以上に比べて、非常に高い深海であるため、否定的な見解も強い。延長5年成立の演技式新名庁では、河内国和歌江軍に、湯下神社二座大月寺将かつて二位なめとして、二座が、式内大社に列するとともに、 朝廷の月次祭、愛かつて、祭り、新滑祭りでは平白に預かる旨が定められている。今後寺本の標中によれば、公認式段階ではすでに存在したとされる。また、河内国で愛かつて祭りに預かったのは、平岡神社、恩地神社、湯華神社の三者のみであった。なお新名町によれば、貝の国八代し軍、 大見国高島郡にも湯気神社の存在が知られる。永満元年6月日の神技館諸社年具注文では、平岡社、恩知社と並び湯気社官主非正と記載されている。中世紀の変遷はつまびらかでない。天文20年の関心寺高齢修正館上神明町では湯気大明神と見える。近世紀には現在のように東湯気、西湯気に、 各一社が鎮座した。明治維新後、東湯毛、西湯家の両社は、明治5年に、近代社格制度において損者に列している。上岸2年に、13位から12位に進んだ、河内国の、三河仏、命神、日古助スケジ、仏命神を当社に否定する説がある。湯家神社は、大阪府屋尾市東湯家にある神社。式内社論社で、旧社格は損者。 現在の祭神は次の七柱。日本三大実録上岸元,元年上の湯気神、並びに延長五年成立の演技式新明庁の式内、大こそ湯気神社に座の論者とされる。江戸時代、天保二年の矢幡神社文書に湯気神社と見える。明治維新後、明治五年に近代社格制度において尊社に列している。湯気神社は大阪府八尾市湯気町にある神社。 式内社論者で、旧社格は孫社。現在の祭人は次の三柱。日本三大実録上岸元,元年上の、湯気神、並びに、延長五年成立の、演技式新明帳の式内、大こそ、湯気神社に座の論者とされる。河内氏河内官名初期では、八万春日後津天皇府との大名人と見える。明治維新後、明治五年に、 近代社格制度において尊者に列している。年間に行われる主な祭事は次の通り、原点出典湯毛神社に関するカテゴリー、湯毛神社に関するカテゴリー、ありがとうございます。